バキュームフォームキットの例バキュームフォームは、薄い熱化素性樹脂の板を熱して軟化させ、木などでできた原型に密着させて成形する、手法である。直訳すると、真空成形となる。バキュームフォームを行うための機材は、樹脂板を熱するヒーター、樹脂板をセットする、枠、原型を置く、台、空気を吸引するための真空ポンプからなる。原型置く台には無数の小穴が開いており、 その下に、真空ポンプから導かれた吸引ダクトが装着されている。まず、枠に樹脂板をセットし、ヒーターをかぶせて熱する。樹脂板が軟化したら、ヒーターを離し、原型を乗せた台の上に枠をかぶせ、真空ポンプを作動させて、枠と台の間の空気を抜き、原型に吸着させる。樹脂板が冷えて、再び硬化したら、原型から剥がす。こうして、 原型と同じ凹凸がついた樹脂板が出来上がる。以前は型の製造には手作業で木型を製造したり数値制御工作機械で型を削り出したり電位で型を製造していたが近年では 3D プリンターも型の製造に導入されつつある。お姿を使う場合をお姿成形、目型を使う場合を目型成形という。お姿を使用する場合には外側を加圧する。 一方、目型を使用する場合には型に吸い出し用の穴を設置して減圧することで軟化した素材を型に密着させる。目型を使用する場合、表面のモールドを細部まで再現できる。模型分野では、RC では模型自動車ポリカーボネート製のクリアボディや模型船の船体や模型飛行機の製造等に使用され、 スケールモデルでは主に欧米の小規模な模型工房がスチレン樹脂を使用してプラモデルとして商品化されないマイナーな飛行機などのキットを作ることに利用した。例えば飛行機なら胴体の右側、左側、翼の上つら、下面の原型を作り、それをバキュームフォームすることでキットが一つ出来上がる。ただし、原理上、お型による成形では表面に細かい凹凸のある、 物は再現しにくく、目型による成形の場合には、表面のモールドを細部まで再現できるものの、成形品自体は単に凹凸のついた板に過ぎないので、うまく切り抜き、隙間や段差なく貼り合わせるには相当の技量を要する。貼り合わせるときには間に薄いプラ板を挟み、切り白と共に接着してから切り白をヤスリで削って、成形する。また、細い棒状の部品も作りにくく。 そういった部分は自作することを要求される。他に透明度の高い塩化ビニルやポリエチレンテレフタラートが飛行機のキャノピーや自動車模型の窓の製造に利用される。日本ではガレージキットの創成機にこの手法で作られたものがあった。現在でも少数ながら生産されている。真空ポンプを用いずに軟化させた樹脂板を原型に押し付けるだけで成形する手法は ヒートプレスと呼ばれ、バキュームフォームとは区別されている。近年は穴が多数開けられた吸い出し装置の上に原型を置いて、下部から掃除機で吸い出す方法の減圧成形式装置が東急ハンズ等で販売されている。また、加圧側を大気圧だけでなく積極的に加圧する方法もある。電柱金型型関連生産品目とそれに合わせた 各取材室型の一覧、ありがとうございます。